もちさん。もう、あら、こんにちは。これ200円。こんだけ入って200円、もう開ききってるけど、まだまだ可愛かったんで買ってきました。で、夫とか子供はそのまま公園に行ったんですけど、近所のマダムに会って、あのハシカの注射とか大丈夫かってニュースで話題になってたから、そういう話ちょっと立ち話ちょろっとしてて、気になって母子手帳が、あの、続き買ってきました。子供の予防接種の予定把握してなくて、もう本当に母子手帳頼りにいつもふとした時にチェックしなって思うんで、ちょっとこの母子手帳チェックするためさっき買ってきました。こすらず30秒、30秒待てないんで、もう補正したらすぐに磨きます。昨日まで飾ってたミモザなんですけど、まだ綺麗からドライフラワーにしようかなと思って置いてます。で、代わりにひまわりが可愛かったから、こちら買ってきました。安かった、ね、よいしょ。これはジジュの母子手帳入れで、大きいけど気に入ってます。カバンの中入ったら結構なかさばる感じなんですけど、まあ可愛いから使ってます。防接種、ほんとにふとした時にドキッと思い出すから。足かどこ、足か年長さんで、オッケーオッケー。これ長女の押してちゃうんで、コンパクト、オッケーで大丈夫でした。ひまわり、あの新しい、わあ、よいしょと、サイドボードを買ってからお花飾るのがいいなと思って、町の花屋さんを覗くことが増えましたが、だいぶ長いね、だいぶ切らなあかんね、もうちょっと切った方がいいね。これでよいしょと、お花があるとね、ちょっと部屋がパッと明るくなるから、飾るのは嫌いじゃないし、むしろ好きで、はい、黄色が映える。これはドライフラワーにしちゃおう。よし、テレビの横に置きました。結構ドライフラワーも決めて、リースとレコードとかのサイドボードの上に、何だったっけこれ、あー、どう忘れ、名前出てこない。ほんで、ロウさんの上にカスミソウ、結構暴れ散らしてるけど、こんな感じと、こんな感じでドライフラワー、あの本当に自己流で作ってるんですけど、結構増えてきたかなと思います。正しい作り方覚えなあかんなと思うんですけど、でも なんとなくできてる、あのこんな感じで飾ってます。お風呂沸いた、帰ってこないかな、ご飯作ろう。今日のお昼に少しだけ作って行ってたんです。ゆで卵を今6個ほどやってるんですけど、炊飯器で大根を煮ていて、この中にぶち込んで、で、あとは、そう、視聴者さんに教えていただいたクックドゥ、麻婆豆腐のこういう、あの、レトルトっていうの、なんていうのを、あの、チャーハンで作ってみても美味しいですよっていうふうに教わったので、今日やってみようと思うのと、あとはもう本当ごめんなさい。ちょっとね、もう、お散歩とかって言うけども、やっぱりあの、追いかけたりしても、ぐったり使えるので、焼いたら終わりの、一番の炒め物と作ろうと思います。こんな時間や。帰ってくるわ。あ、もしもし、帰りにさ、乾電池とか買ってこれる？マウスの。
あと塩昆布と。よろしくお願いします。失礼します。あ、大根大好きだからよくあのコーラとかで煮るんですけど、今日は普通に麺つゆで炊きました。なんかちょっとないだよし、サランラップするもんないから、昔実家にあったなんかあの網のカヤみたいな、なんていうの、ドーム型の傘みたいな、欲しいわあれ。ちょっとご飯炊けるまで休憩します。はい、よいしょ、ご飯が炊けたんでチャーハン作っていきます。ね、ごま油、ガルビッシュ、鶏ガラの素、パラパラパラ、ジュースこぼした、野菜のうまみ、ちょっとこれもう、あ、ちょっとちょっと脱いできて、脱いできて、洗濯機のとこで脱いできて、もうわざとじゃないの分かってるんやけど、ちょっと色付きのジュース気をつけて、分かった、うん、あれもうほんとジュースこぼしたんよ。もうほんとびっくらこんよ。マジ？マジよこれ。タイダイの T シャツ着たんかと思う。おしゃれな T シャツになったよ。ほらほら。取れるかな、ちょっと田村先生取れたらいいんやけど。かわいいわ。お母さん一緒とは。服寒いから服着。毎日だ毎日。ちょっとご飯作るわ。あ、これ買ってきてくれた塩昆布。寒いやん、服着て、服着て、もうパジャマでも何でもいいから、気に寒いから、風邪ひいた方がかなわ、ママ、うん、ここにご飯入れます。ちょっとさっき着替えさせた方がいいかな。着替えさせてあげて。なん、どうした、入れたから、ここを入れ、もうはいはい、これだけやで。そこに入れた、持って両手両手、はい、行きまーす。ご飯食べたい。分かってる分かってる、ちょっと待って、あなたが今こぼしたからロスよ。これ何に使う？チャーハン。ちょっと量多かったかな。おいしい。ママちょっと大失態してる。何？これね、あの入れて混ぜたんですけど、これ入れて混ぜるところが取れてない。もうね、多分ね、寝不足なんやって。え？寝たよ、昨日めちゃね、口は寝たよ、7時間ぐらい寝たのよ。寝不足、もう嫌やわ。手元が緩なってるんか知らんけど、あのこれをね入れて混ぜただけなんですけど、取れてなかったんですけど、押したと思ったのに押せてないし、消したと思ったの消せてないね最近。そんな感じ、すいません本当に。こんな感じで混ぜたら、色付きのチャーハンができました。盛り付けします。出来上がり、試食しただけですけどめちゃくちゃ美味しい。ご飯だよ、あのご飯だよって呼ぶけど、すぐに座るんじゃなくてお箸とか用意するんだよっていう意味ね。ご飯だよ、イエーイ。何を飲む？はい、よし、あー、えねえ、明日って幼稚園？違うよ、朝お休みや。え、ダンスだ。ダンスもないよ。え、自由だ。自由だ。はい、はい、ひっくり返せこれ。はい、これ持ってって。はい、持ってって。まだ、うん、ここさん取ってや、はい、前もやったから。本当にできる？できた。お、上手じゃん。はい、これ持ってって。ネギいらん？いらん。せーので3、はい、いただきます。もう、匂いから美味しかったやつやん。あ、そうそうそう、教えてもらって。いただきます。どう？おいしい。これ大根食べて。もえ、
めちゃくちゃ柔らかいね、これ。そやろ。これ何なん、これ。歯茎でできやん。あ、できるできる。歯いらんわ。いや、ほんま、めちゃくちゃすんねんで。そやろ。これ食べてみ、めっちゃ美味しいわ。炊飯器よく知る。これもう、あの、中華サラダやから。味付き。まだまだチャーハンあるよ。あるよ。美味しい。ほんと、よかったー。大根どうや。いや、マジやばいよ、これ。ん？大根。ベロで切れる。お箸の感覚ないわ。はぁ、あ。うん。作って。6時間ぐらい保存してたからかな。なんか、あるんじゃない、普段よりも。めちゃやろか。なにこれ。梅干し。え？梅干しと、鰹節を入れて、消化にいいんだって。お母さんにもらった梅干しやで。お母さん気になるね。パパ。お母さん。バーバ。おいしいね。いや、初めてか。結婚して麻婆茄子のこと初めて買ったんよ。あ、うん。美味しいね。うん。おいしい。いや、子供がこんなに食べてくれると欲しいよ。ね。うん。ラミちゃん、でも食べ終わった。でも困る。ママあるよ。おかわりする？うん。大中小。大。あ、ほん。大中小。中。大。おかわり？どちらにおかわり？すごい。え、乾杯？乾杯。やば。この大根、柔らかさ例えるなら、俺ベストな例え思いついた。めちゃくちゃ熟したイチジク。え、ごめん、わかりにくい。か、桃。はい。ねえ、お風呂入ってきて、もう終わりだ。ごめん。はい。ごめん。はい。ごめん。あ、ねえねえ、ちょっとパジャマ、ちょっと待って、あ、髪の毛のピンだけ外していって。はい、風呂場にさ、ピンさ、置かれてさ、錆びてんのよ。はいはい。おまけ。絶対こんばんは。寝かしつけて戻ってきたらリビングで爆睡してて、背中をね、3週間ぐらい前に階段から落ちて今日出してから血目がすごくて、リビングでね寝る癖が痛い時に治ってたんですけど、今日からまた再開。風邪ひくんでね、起こしていきたいと思います。もうね、一回足元にカメラ置いてて蹴られて、このカメラ作れたことが少し前にあったんで、足元怖いからカメラをちょっと自分とこ設定しておいてください。飛んでねって、こっちやってみてもあれ起きて明日久し久し久しもう何や久しほんまに、もう起きて、もう引くほど怖いから寝てるって。寝てないんで。やばいって、下からのマジでほんまリアルプッキングパパやし。自分はなあ、わかんない。起きて、はよ。大丈夫、まだ言う。じゃあ大丈夫じゃないから、大丈夫じゃないねって。もううるさい。うるさいよ。このまま寝たると思うんだけど、背中そんな毎日シップ貼っとって、床痛いからつって今まで一生懸命布団見て寝てたのに、ちょっとマシになったのすぐ。これ寝るさいの分かったってよね。あぁおっ寒い寒いなにいや知らんね、お前知らんからな。そんな感じでそろそろ寝ようと思うんですけど、むくみ体質で、すぐむくむから、無理して寝たら本当に次の日マシ。ここで毎日まだやってます。痛いけどね。痛いけど慣れたからだいぶ強い力でできるようになって。ああ、いける気持ちいいって感じ。で、パパ、ほんまに、部屋行きって、もう腰痛いって言うで、明日の朝。よし。すごく疲れてるもん。ごめんてよ。ごめんて。なっちゃったわ、これ。何度も起こしましたが起きませんので、放っておいて寝ようと思います。何時よ、もう。1時半よ、寝よう。おやすみなさいでーす。サブ。出て出て出て、あ
そういう変な声出すのはおかしいやん、こんな時間に変な声出す。おやすみ。おはようございます。今朝の7時さまにここで寝てました。起こします。ちょっと行かなあかんの違う、遅刻やで。は何時？今9時もう早くて、遅刻するって。大丈夫、3分で準備できる。そうやろ、うん、それめっちゃ嫌いやねん。それめっちゃドアでダッシュしていくやん。あれやめた方がいいって。せめて30分前に起きって。分かってる。起きてって言ってる。はい。見てみーや、ほんまに聞くほど寝癖やで。はい、風呂入ってきた。朝シャンが朝シャン古いねん。最近私お風呂入ったらさ、お風呂にシャンプーないねんか。え？洗面所に出してへん。まあ朝シャン、そうやろ、うん、あれやめて、私裸で取りに行く。めっちゃ寒いねんか。だから俺も自分でたまにやんねん。そんな感じで、結局朝まで寝ていました。今日も一日頑張ります。ありがとうございました。なんか掴める範囲にほくろができたらいいとか、掴まれへんところにできてしまった。今日も一日頑張ります。